大雪などの影響で一日延期となった公立高校の入学試験。今日、道内211の公立高校でおよそ2万7千人が試験に臨みました。今年の倍率は全日制が0.96倍と過去最低となっています。一部の高校では明日も面接試験が行われ、合格発表は16日です。そんな受験生に向けて粋な計らいも。 JR 札幌駅の電光掲示板には桜のマークとともに受験生への応援メッセージがまた対岸成就と書かれた切符も表示されました JR 北海道はコロナ禍の大変な環境の中で勉強し続けてきた受験生を勇気づけたかったとコメントしています